研究所のコフレー加速器、バイツマン科学研究所は、イスラエルのレホボトにある研究及び、高等教育機関。自然科学系の大学院のみである点が、他の一般の大学とは異なる。バイツマン科学研究所とも、世界的にも有名な総合研究センターであり、約2500名の科学者、博士号取得後のフェロー、大学院生、スタッフが働いている。建物は、 エイリヒ・メンデルゾーンが設計した。1934年、ハイム・バイツマンとベンジャミン・ブロッホがダニエル・シーフ研究所として設立し、科学兵器の父で、名高いユダヤ人科学者でナチス・ドイツから逃れようとしたフリッツ・ハーバーを所長に招くもハーバーは、パレスチナに渡る道中で死去したためにバイツマン自ら、所長に就いた。その後、拡張され、 1949年11月2日に、現在の名称に改められた。イスラエルの初代大統領に就任するまで、バイツマンは、この研究所で、有機化学を研究を行っていた。その後も大学院としての機能を持つなどの拡張を経て、リサーチユニバーシティとでも言うべき機関となった。現在では2500人ほどの学生、スタッフ、研究者を抱え、数学、 計算機科学、物理学、科学、生科学、生物学、他の学際的プログラムなどの修士課程と博士課程を備えている。シンボルは多数の枝を伸ばした一軸の木である。2011年、ザ・サイエンティスト氏はこの研究所をアメリカ以外の学会で働くには最良の場所だとした。2012年、上海交通大学が 毎年作成している世界の大学トップ100のリストに、ワイツマン科学研究所が初めて登場した。ワイツマン科学研究所は学会向けプログラムのほかに、若者向けプログラムも実施しており、科学クラブ、キャンプ、競技会などを開催している。ベッシー会、ローレンスインターナショナルサマーサイエンスインスティチュートは、世界中から高校卒業生を集め、科学を中心とした。 サマーキャンプを4週間実施している。1999年にオープンしたクローアガーデン・オブ・サイエンスは世界初の完全な野外科学館である。計算機科学の研究者、アミール・プヌーリとアディシャミアとシャフィ・ゴールド・ワッサーはチューリング賞を受賞した。アダ・ヨナスはウルフ賞科学部門とノーベル科学賞を受賞した。ウルフ賞を受賞した研究者は他にもレオ・サックスなどがいる。 ハイム・バイツマン、ありがとうございます。